ナスです、ラストは、ウクライナが攻められてて平和憲法云々の話が出てる中、平和憲法意味がないんじゃないかって話ね、まあ、救助のことでしょの話、まあ意味ないのは分かってるんですけど今更そんな議論に意味はないのは分かってるんですけどね、はい。で、ただそんな中、憲法を信奉する護憲主義者の中の約1名が面白いことを言い出したのでご紹介したいと思います。はい、篠田直子さんというね、まあ私の地元かな、地元といっても区が違うけど北海道選出の立憲民主党の国会議員大事ですね。はい、あ、違う、国会議員じゃない、7区の総支部長って書いてあるから議員じゃないわ、の人がツイートしてるらしいです。世界的に見れば日本は過去には今のロシアのように加害者であったし、今はいわゆる前科者です。その国が日本を侵略されたらと、被害者的立場で過去の侵略者に逆戻りするような軍事力拡張の、核武装や恋方に、主張することは方向が違う、憲法9条を更に広めることこそ日本の義務ですとか言ってます。はいね、あの平和憲法があっても攻められるじゃんって言ったばかりですが、はい、意味ねえじゃんってもう分かってんのにまだまだ固執すると、救助広めても意味ないよっていうのが分かってないんですね。現実を見ようよね、うん、頭ついてんだろうって思いますけどね。まあ、なんだろう、平和ボケですよ、まさに。はい、平和が血と汗と涙でね、自衛隊のですよ、はい、で守られてるっていうことを理解してない、その自衛隊の血と汗と涙を支えるために俺らの税金が使われてるだけの話であってさ、必然的に皆さんの血税でもって我々のさ、こう平和は一応守られてるわけですよ。平和は優勝ですよ、無償ではありません。はい、そんな中で別に憲法基準とかいうただの紙切れに、ただの言葉に、ね、あのひれ伏すような、 おじけづくような、世界を愛する諸国民になるというふざけた存在はこの世の中には存在しておりません。それがまさに今回のウクライナ問題で証明されたわけであります。はい、そしてね、何よりもこれで面白いのは日本を前科者という言い方をしてらっしゃる。前科とは何でしょうか、前科とは誰がつけるんでしょうか。世界には国際法って皆さん言い方をしますが、あれは別に世界で共通の法律があるわけではありません。はい、とある国ととある国、それは一国に一国間とは限りませんよ、何国かでまとめてでもいいです。まあ、例えば TPP みたいなね、ああいうふうに加盟して基準したら、これに合わせたものが、それがその加盟している国の中でのルールとなるだけであって、国連参加国の全てが守らなければならないルールがこの世の中にあるわけではありません。まあ、せいぜい慣習的なものぐらいのものであって、でも慣習でしかないですからね。はい、あの義務とか、権利を保障するものではないわけでありますね。はい、そして当然そうなると、日本の中の刑法に当たるもの、国に対して刑を合わせる、罪を負わせるようなものはこの世の中に国際的には全くもって存在していないわけであります。つまり前科者もクソもないわけですね。全く意味がわからないわけであります。はい、もし他国と戦争したことをもって前科者というのであれば、この世の中に少なくとも G7 に前科者でない国は存在しません。はい、当然ですね。あの日本とアメリカだけじゃないですよ、太平洋戦争は日本とアメリカが戦いましたが、アメリカだってその昔はフィリピンと戦ってるわけですし、ね、その昔はイギリスと独立戦争やってるわけですし、ね、英国に至ってはアフリカ諸国に侵略戦争仕掛けたわけですし、それはフランスもドイツも同じですよね、カナダも同じですよね。はい、今先進国で言われているところはどこも、近世以前に振り返れば血生臭い血みどろの戦争で歩んできた歴史をいくつもいくつも積み上げた結果今に至っている国ばかりであります。ね、うん、そしてさらに言えばね、たとえ先進国じゃなかったとしても、はい、ね、あの国内での内戦やら民族紛争やらを過去永劫に遡って有史以前まで遡った時に全く血の一滴も流してない国が存在するのか、するわけがない。
はい、人類は、ね、我が闘争じゃないけども闘争する生き物だと思います、ね、全くの平和の中には、はい、今が平和だと日本は思いますけれども、その中にあって、まあ、言うたら夫婦喧嘩とか、その人の喧嘩だってあるわけですわ。ね、政党の中ではふざけた政府だってあるわけですわ。全くの平和などということは起こり得ないわけであります。人間社会においてはね。ですから、そんなところでこんな前科者なんて言葉を使うような、クソ立民のやつがいるようでは、まだまだ認識が甘いと言わざるを得ないわけであります。その前科者とは何の罪ですかと私はこの方に問いたい。でこれがもし先ほど言った通り太平洋戦争で戦ったことって言うなら、で他の国も戦ってるじゃないかって言ったら、この人は何て答えるんでしょうかね。なぜ日本の罪だけを声高いに唱えるんでしょうか。意味が分かりません。はい、まあ、そもそも罪ですらないんですけどね。はい、過去の法律において、過去の国際慣習において、はい、帝国主義が、横行していたというか、普通であった20世紀初頭などにおいては、はい、大国が、軍事力を持って他国を平定するのは普通のことでありました。ごくごく普通のことでありました。はい、その当時において、その、まあ、要は領土的侵略行為を、まあ、軍事的にやるか、政治的にやるかは別にして、を批判する、批判し得る国家など存在しなかったのですね。だから二次大戦を経て、いい加減、大戦はごめん、現状変更はごめんだっていうようになってから、少し、なんだろう、領土的外政をするような国が少なくなって、だから今のロシアの話が非常にキーな目で見られているわけです。もしこれが二次世紀初頭であれば、ああ、またロシアやってるよ、またロシアか、元気だなって言われて終わるところでありますよ。ね、その元気だなって言ってる側の、もし同じ時期であれば、イギリスだったりフランスだったりも絶賛侵略活動中だったはずであります。はい、ね、何もおかしくなかったですよまあ今だからおかしく見えるだけの話でありますね。はい、ね、まあだからもちろん逆に言えば今はおかしく見えるんですから、やはり非難されるべきであるし、うん、それを逆に言うと止めることができない国際社会のこの、なんだろう、仲良し小良し状態っていうのもどうなのかなって若干思わなくはないですけどね。はい、まあ結局どこに落ち着くのか、どういう終わり方を見るのかは今の私には想像だにしませんが、はい、今後も、まあ、注視はしていかなければならないと思います。ただ少なくても我が国の国民である以上はこんな軽い、ぬるい考え方で言っていいとはそろそろ思えなくならなければなりません。はい、救助を広げることが我々の義務だなんて言ってるようなクソくどいふざけた立憲民主党にはさっさと日本の国から退場していただいて、どうぞ救助を広めるために救助の旗でも掲げて、南アフリカに、アフリカとか東南アジアとか南アメリカとか行って救助救助騒いでくればいいと思います。誰も聞いてくれないし、原住民の方たちに盛大に歓迎されることでしょう。それはそれで楽しい活動だなと思いますので、彼らにはそうやって国内から出ていっていただいて、未開の地を求めて救助を信じてくれる人々を求めて旅立ってくれればいいなということで、あえてエールを送ることとして、はい、締めたいと思います。どうぞ救助を未開の先住民に広めてくることを頑張っていただければいいと思います。我が国には必要ありません。ありがとうございました。